みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。まず基本的な知識として、流活性状態は攻撃を一切しなくても移行します。これを踏まえ動画をご覧ください。まずは角破壊に破壊用が適用されるのか、また角の部位破壊に必要なダメージを確認してみます。左側の表示は現在つけているスキルと起爆榴弾の設置数です。合計ダメージは1013たす272、合計1285で破壊となりました。睡眠弾が頭に当たっている場合がありますが、そこまで大きい当たりはないので非考慮で考えます。次は破壊用にオーバー5で起爆榴弾を1個セットします。合計ダメージは1013たす193イコール1206で破壊されませんでした。少しずつ範囲を上げていきます。範囲を狭めるために破壊用を1で、ボマーを4にし、起爆榴弾を2個セットします。合計ダメージは945ダス300で1245でした。さらに範囲を狭めていきます。次に破壊王さんのオーバーさんです。起爆榴弾は2個セットします。合計ダメージは878たす354イコール1232で破壊となりました。以上の結果から破壊用が適用されていれば、角破壊の範囲は1207から1232となります。次に破壊用の適用有無の確認です。上記は先ほどの検証結果を2つ切り取ったものです。上は破壊用適用の場合1206のダメージで破壊できず、下は1232で破壊されています。破壊用が適用されていない場合、上のダメージの方が大きく破壊と矛盾します。このことから破壊用は適用されるとなります。次に流活性状態の角破壊について検証をしていきます。最初の活性状態の時に先ほどのダメージを与え、流活性に移行後に追加ダメージの破壊を確認してみます。合計ダメージは1273です。ここから流活性に移行後に頭部を攻撃してみます。このように破壊することはできませんでした。参考ですが、流活性に移行直前に同じことを試していますが、今回の結果と同じ状態になります。このことから、角の破壊の蓄積は流活性状態でのみという可能性が高いです。以上が角の破壊に関する検証結果となります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。